2月5日日曜日、新春恒例の高島市消防合同出初め式が高島市民会館で行われ、市内の消防団をはじめ陸上航空自衛隊消防本部から合計508人が参加しました。式典では市長が日々の献身的な活動に対して感謝の意を述べるとともに、長きにわたり消防団員として活躍し多大なる功績を収められた方々に表彰状や感謝状を贈り、その功績を称えました。また受賞者を代表して今津第一分団の広部義和部長が、市民の尊い生命と財産を守るためさまざまな災害に立ち向かい、郷土愛の精神を持って地域の災害予防活動に尽力していくと力強く謝辞を述べられました。式典終了後には消防車両28台による防火パレードや今津浜で一斉放水訓練を行い、火の用心を呼びかけました。